あなたに会えてよかった。皆さんこんにちは、ブロガーの原新一です。今日はドナルド・トランプジュニアさんの2月23日のランブル。これは21世紀の噴射だ。の、えー、内容についてご紹介していきます。えまず。えー トランプジュニアさんの動画に行く前に、予備知識ですね。噴所とは何か。噴所とは本を焼くことで、えー、トランプジュニアさんは、えー、何を想定しているかというとですね、えー、1950年代の赤狩りの時代に、多くの小説や脚本などが発表禁止になった。この時代のことを想定しています。 さらにこの赤狩りというのは何かと言いますとですね1948年頃から50年代前半にかけてのアメリカにおける共産党および共産党員および共産党審判と見られる人々の排除の動き政府関係者だけでなく芸能関係者や映画監督作家 脚本家などが徹底的に弾圧されましたあのチャップリンもハリウッドから追放されたということですねまた国務省では中国国民党が中国共産党に敗北した責任を負わされ東アジア東アジア局から対中国専門家が一掃されましたこれが後にベトナム戦争において アメリカが泥沼に陥っていく原因の一つとされています。さて、それでは、えー、ドン・ジュニアさんのですね、スピーチの内容に行きたいと思います。国会の民主党が、コムキャスト、アマゾン、グーグル、ATT、その他に手紙を送り、FOX ニュース、OAN、 ニューズマックスからの危険な誤情報の拡散について何を計画しているのか知らせるよう要求しています。これが国会民主党なのです。配信会社、ケーブル会社、オンライン会社が保守言論を塞がざるを得ない状況にしようとしています。CNN や MSDNC はリベラル活動家が1年にわたり米国中に拡散してしまったことドナルド・トランプがロシアのエージェントであることなど報じましたがこれらはご情報としして扱われませんでしたそれらはメディアによるニュースの世界で完全に正当化されてしまいました。 しかしその後彼らはどんな保守も追跡しようとしているこれは21世紀の噴書と同じです彼らは星の言論を検閲しブラックリスト化したい CNN のブライアン・ステルターポテトみたいな頭の人ですが週末に保守メディアのブラックリスト化のアイデアを流布しました 国会民主党はまさにそれを進めています。嫌がおうでも私たちは言論の自由の前の時代に行くことになります。なぜなら一旦それが始まると保守派は CNN や MSNBC をキャンセルしようと主張できません。数年にわたる嘘や 拡散する偽情報や修正されない誤情報の記録私は知っているなぜなら私はそれを受けたものだから爆弾ドナルド・トランプ・ジュニアがう々ぬなどそれらのほとんどは訂正すらされませんでした政府自身が検閲をしていないとしても傍観しています 政府は、検閲なんてしていませんよ、と国会民主党は言いながら、公共企業にそれをさせようとしている。それは、暴漢ではなく逆のこと。他者をして検閲を促進しています。多分私は、このことで、声を上げている唯一のものです。70年前に、 このようなことがありましたがそれは悪いことでしたこれは現代の文書と同じことです以上となりますこの内容はハラブログにも掲載されていますのでブログの方もよろしくお願いします下にリンクを貼っておきます 寝ても覚めてもトランプ、トランプ。どうぞ今日も良き一日を。チャンネル登録もよろしくお願いします。See you!